い、どうも皆さんこんにちは。村が育ちやすくなったからか、最近よくタウンホール10、11、12あたりの方からね、よくね、おすすめの編成ないですかっていうね、質問よくいただきます。カカジャニのケースケリケクのケースケです。ポーンということで、本当にね、やっぱりクラ、YouTube とかでクラクラって検索すると、次のワード出てくるワードがタウンホール9とかタウンホール10とかね、あとはあ違うタウンホール10とかタウンホール11とかタウンホール12とか、あとはトワイスですね、がね、出てきたりするんですよ。なので今回はですね、もうこの配置が出てきたらもう 100% 全開が取れる編成、タウンホール10、11、12とかの、そちらの解説、こちらをねやっていきたいと思います。なので、ね、クラクラ実況メインで日本人初のね、チャンネル登録10万人目指しておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとはね、来月あたりにね、またね、公式さんの夏のアップデートやっていくと思いますんでね、公式さんが開発ビルドをお借りしての最新情報とかもね、一躍先行プレートカードも出していきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで早速ね、そちらのね 100% もう全開です。この配置ができる、絶対全開できる編成と攻め方ね、こちらねご紹介していきましょう。レッツゴー。はい、まずはタウンホール10ですね。よく見かけるこの配置ですね。ポイントはもう2つあります。2つ、この2つを押さえてれば 100% 全開取れます。何かっていうと、まず1つ目はビズ島が外側にあって壊しやすい、これがポイントになってきます。これね、あの後からね紹介するタウンホール11の編成でもね使えますんで、ねぜひぜひ覚えてください。ビズ島が外側にあって壊しやすいで、かつインフェオタワー2本中1本は最低でもシングルインフェであること、これがね条件で当てはまっていればもう皆さん 100% 全開取れます。ということで、編成とリプレイ見ていきましょう。さあ、編成はこんな感じになっておりまして、あ、俺のリプレイじゃない。はい、編成はね、こんな感じになっておりまして、バルーン20の、ゴレに、ネクロ5体のなんか、ウッドランチャーとかいろいろ、もろもろ込みなんですけど、このユニットの編成に関しては、配置に合わせて変えていいです。もうこの配置は気にしないでください。もう攻め方を覚えてください。どういう攻め方をするか。はい、コウモリの呪文が13発ありますよね。ということなので、じゃあもうユニットで天敵である、ビズ島と、あとはマルチインフェをユニットでどうにかしてしまえば、あとはもう全部コウモリで、なんとかなるよねっていう、そういう発想で、これね、去年の、もうね、動画で出してるんですけど、タウンホール11の、リプレイだったんですけれども、もう本当にヒーローいなくても、全開取れちゃったりします。こういう配置があれば。はい、もうバルーンでビズ島全部壊しちゃいます。できれば気持ち、対空、施設とかもね、削っていきたいかなっていう、イメージですね。で、あとはもう、ユニットも何でもいいんですけど、はい、ゴレネクロのウッドランチャーで、まあ、アーチャータワーとか、クロスボウの対空施設をね、少しでも1個削っておきます。あとはアチャクイもね、処理したいですね。コウモリ、タウンホール、10のコウモリの呪文レベル3だと、そんな出ないんですよ。確かコウモリ11体ぐらいしか出ないんで、なるべくね、対空施設はね、削っておいてあげていけば、さあ、もうこっからも簡単なお仕事です。あとは、もう適当にどこでもいいです。コウモリの呪文、あとはもう、流し込むだけでいいです。これババキンとかいらなかったですね。ババキンとかいらなくていらなかったですが、とりあえずシングルインフェの頭あたりからね、適当に、コウモリの方を出していってあげて、で、はい、こんな感じでもう全開取れてしまいます。なのでタウンホール10とか11の、方とかもね、よろしければやってみてください。あ、そうですね、タウンホール11のリプレイですね、ちょっと去年のポンコツのボンクラか、ドズさんのサブチャンネルの方で毎週水曜夜9時間生放送されてて、ポンコツのボンクラでね、あのボンさんに、がタウンホール11の頃伝授いたしましたんで、まあ、その時の当時の、動画の方ですね、ちょっとリプレイはもちろんちょっと消えちゃってしまっているんで、そっちのね動画の方から抜粋してお送りしていきたいと思います。はい、もうこれ簡単ですよね。もうね、これね、去年も一応ねタウンホール11バージョンの動画にしてるんですが、タウンホール10でも、使うことができるので、皆さんよろしければやってみてください。本当に難しいことは考えなくていいです。で、まあね、ウィズ島が外側にないと、マルチインフェ2本だっていう方がいたら、まあそうした天才のゴレネクロあたりがおすすめになりますかね。はい、続いてタウンホール11バージョン、まあイーグル砲がなかったんですけれども、まあこれも、はい、そうですね、ウィズ島が外側にあって壊しやすい、あ、ちょっと過去の動画からこれ撮影しておりますね。ちょっと画質の方がね荒かったりしたらね、大変申し訳ありませんが、はい、これもそうです。もうライドラたちで外側のビズ島を壊してしまえば、今回も、インフィオタワーが、2本ともシングルなので、タウンホール11とかだったら、もうこれで、
いいよねっていう感じで、イーグル砲の、ターゲットはもしイーグル砲とかがある場合はですね、まあ、突撃艦で突っ込んでって、先に壊したりとか、あとはゴーレムとかババキンでね、ターゲットを取ってあげて、イーグル砲のターゲットを取ってあげて、で、ウィズ島とか全部壊したら公務員はい流すだけっていう、これボンさんにその当日ね教えて実際にやってもらってリプレイなんですけど、これもね、まあ、ちょっと防衛援軍が連れてしまってクイーン出す件で出すんですけども、まあ、ウォーデンも、キングも使ってませんよね。で、突破兵器も使ってませんよね。はい、こんな感じで全開取ることができますんで、これ 100% 全開取れます。自分クラン対戦とかでタウンホール11とかのアカウントとかでこういった配置があったらもうね、いつもやるんですけど、これもね、タウンホール11では当たり前のように取れてしまいますんで、タウンホール11の方はね、こちらの配置、見かけたらね、ぜひぜひ、やってみてください。そうですね、タウンホール10とか11でやっておくと、ドラゴンバット系の編成とかが、めちゃくちゃ上手くなると思います。12、13とかタウンホールが上がっていくたびなのでね、今のうちに習得しておきましょう。はい、じゃあそしたらね、まあそんなにね、ウィズ島が外側にやって壊しやすくて、2本ともシングルインフェの、配置なんてねえよって、いう人もいると思うんで、自分がね、よくタウンホール10とか11でやっている、対戦ですけどね、編成、こちらね、ポンコツのボンクラからお送りしていこうと思うんですけど、もうね、天才の、5BB でいいです。ゴレネクロ編成でいいです。もう、ライトニングの呪文とクエイクの呪文で、マルチインフェ2本とも、へし折っちゃって、であとはゴレネクロを面で出していって、まあ、突破兵器は、ウッドランチャーをもらっていくっていう、そんな感じの攻め方で、前回ね、いけますんで、まあ、配置によります。たまに、前回ね、なんか取れなかったユニットがね、うまいこと中に入んなくて、全部それちゃって、取り逃すとかっていうことがたまにあるんですけれども、まあ、大体タウンホール10、11は個人的にはもう天才でマルチインフェ2本とも折っちゃって、であとはゴレネクロをね流し込んでいくっていう、配置でいいと思います。なのでこの2つを覚えとりあえず覚えておきましょう。シングルインフェ2本で、ウィズ島が外側にあって壊しやすいようだったらさっきの、コウモリ編成で、もしマルチインフェが2本だったら天才のゴレネクロ編成、この2つをねとりあえずあと学んでおけば、ほぼ全開率は100% に近い、全開率、叩き出せると思います。そうですね、であとはまあそれで配置に合わせて攻めるっていうことを学んでいけばまあいいのかなっていうふうには思います。あ、ちなみにこのねゴレネクロ系の編成はね、ゴレとかネクロが、進んでって、でヒーローの、を活躍させるっていうのは、編成になってます。アチャクイとかも今能力最後の方まで残ってってるんで、ゴレネクロが少なくなってきてもヒーローが能力残っていってくれて、でそこで押し切っていくっていう感じなので、結構ヒーロー能力、ヒーローレベルちょっと大事になってくるかもしれないですね。できればヒーローはね、たくさんいた方がいいです。ユニットだけでいけるっていうようなそんな編成ではないんで、なのでね、覚えておきましょう。さあそしたらね、自分がねおすすめするタウンホール12の、編成ね、こちらねまあ見ていきましょうかね。まあこれでね、はい、タウンホール11全開取ることができます。さあタウンホール12の、アタック見ていくんですが、皆さんお気づきですか。格上全開でございます。はい、タウンホール12で、13のね、配置を全開しているっていうことなので、投石機2つあるだけだいぶきついんですけども、これねさっきのコウモリ編成とかこれ、ね、水戸が外側にあって壊しやすかったりしたらね、ドラッグバットとかやってみようかなって思ったんですけれども、ちょっと3本ともマルチインフェだしきついなっていうので、ちょっと配置に合わせて帰ったんですけど、これもそうですね。はい、これイーグルと投石とマルチインフェ、はい、天才で3つ美味しくいただけるので、なのでそこ天才でやっていく。まあ言ってしまうとさっきのコウモリ系の編成と同じですよね。あの編成やっていくと配置の弱点を見抜けるようになるんですよ。で配置の弱点を見抜けるようになっていったら、こう配置に合わせて攻めれる、編成もね合わせてこう攻めれるみたいなことができるようになりますんで、だからね、ちょっと配置に合わせてこうね編成考えれるようになりましょうよってね、自分はね、昔から口酸っぱく言っております。まあもう配置に よるんで、これが本当簡単最強っていうのはどれだってちょっと言い難いんですけど、まあ、これが自分的にケースケ的に簡単最強なんで、皆さんもねよろしければやってみてください。格上でやるんですよね。投石機2つあるだけだいぶしんどいですからね。これとかも呪文枠数とかもちょっとね、もうちょっとフリーズ欲しいなって思ってなんかねやってるんですけど、まあ、ちょっとこれね星に、格上攻めだったんで星に取れればいいかなみたいな、そんな感じでやってたらね、なんか前回取れちゃったんですよね。
さあ、ラストフリーズはもう使い切ってしまったので、あ、まあ壁レベルが弱かったっていうのもありますけど、でもまあ格上前回には可愛いですから、施設レベルも少し低かったっていうのもあるけど、まあでもこれ、結局施設レベルそんな関係なかったりしますからね。結局こう範囲攻撃の施設が何個あるかっていう問題なんで、この編成ってなので、こういう風に、押し切っていって前回まで、伸ばしていってましたね。ネクロマンサーとか結構やられちゃったんですけどね。はい、さっきも言ったように、はい、こういう系の編成はヒーローたちから、終盤までクイーンが終盤まで、能力を残してくれてて、最後能力を使って押し切っていくような、そんなイメージの編成になってくるんで、これで前回戦危なかったですね。結構ギリギリになっちゃいましたが、なったんですけど、前回まで取ることができましたんで、まあなので本当に、なんだコウモリ系の編成か、もしくはこのゴレネクロ編成とかネクロ系の編成、とりあえず、マスターしておけば高い全開率叩き出せるかなというふうには思います。はい、じゃあね、タウンホール14でも、ね、今回星6取れてるんで見ていきましょうか。あ、これもそうですね、さっきの、もっとタウンホール13、14でもこの編成、強いんで、はい、もう普通に天才でね、投石得イーグル折れるじゃんっていうのでやってますね。で、この配置シングルインベ3本だし、水トンも壊しやすい位置にあるから、コウモリやってもよかったな、さっきみたいなコウモリ編成やってもよかったかな。でも投石機どう壊そうかな。タウンホール10とか11とかだったらまだ、投石機とか、あとはタウンホールか、がねまだ怖くないんで、さっき紹介したコウモリかネクロってね、余裕で行きちゃうんですけどね。12もできるか、12も一応できますね。タウンホールを突撃艦とかで、カバーしていけば全然できちゃうんですけども、13以上になってくると投石機があるんでね、考えることが増えるんで、さっきみたいな、冒頭で紹介したコウモリ系の編成とかちょっとやりづらいかなっていうふうには思いますね。で、あ、しかもこれあれだ、ウォーデンソラだびっくりした、びっくりしてむせた、ウォーデンソラだったわこれウォーデンソラだったに取れたんだこれ。ホーミングとか出てきたらもう終わりだぞこれよくいけたなこれ、ウォーデンソラで。で、ターンホール区画に関してはですね、フリーズとかで、あ、これちょっとフリーズ使うの早かったかな、ちょっと早かったな、気持ち早かったんですけども、これ欲張りでクロスボウとかも固めようと思って、2つぐらい固めようと思ったら全然、固められてないっていうね感じになったんですけど、 OKOK、 これも OK、 これ OK、 もうフリーズはもうガン決まりで、落としていきます。でさ、もうこれでクイーンとかネクロマンサーの延命のためにフリーズを永久凍結させていってあげての全開、ですね。これもまあ強いんで、ね、これ編成でお悩みの方やってみてください。あ、ただ、この編成マルチインフェ3本ともマルチインフェとかだったりするとね、結構きつかったりします。さあ、なので、あ、今回ウッドランチャーパターンだったんですけど、ウッドランチャーの天才パターンだったんですけども、配置に合わせて攻めましょう。そらすとね、自分もう一個の全開リプレイ見せるんですけど、その、攻め方もね、配置に合わせて変えたんでね、最後、ラスト見ていきましょう。はい、これなんですけども、これ天才でさ、投石機なんかね落としても7枠使った割には投石機1個だかっていう、あんまり美味しくないんで、呪文編成はもう天才じゃなくてクエイク4のジャンプ1の移動系の編成に変えて、で、あとはね、ウッドランチャーもそんな結局クエイクとジャンプで開けていくんで、ウッドランチャーじゃなくていいなっていうので、投下弊社に変えて火力の補強の方行っていきます。そう、さっきもね冒頭でも言ったように配置に合わせて攻めれるようになりましょうの、例ですね。配置に合わせて攻めるように、いろんな編成使えるようになりましょうってね。まあ俺はこれしか最近やってないんだけど、全然イエティ系の編成とかも全然やりますよ。デッカスパービーとかやったりするんですけども、なんか、とりあえず考える時間がないなっていう、編成こうなんか考えて組み替える時間がないなっていう時はこの編成にして、ちょっと、呪文の種類とか、あとは攻め方を変えるぐらいな、感じで、やっていますね。これもそうですね、もう本当にずっとレイジとかも何も使ってないからね。援軍の中身ももうイエティでいいかっていう感じで、はい、後からイエティで聞きましたね。いや、とりあえずイエティでいいかなっていうぐらいな、そんな気持ちでやってます。で、あとはってコータンホールが起動していったら、フリーズをね与えていってあげて、でもまあそうだね、タウンホールのポイズン効果ダメージが最近きつくなってきましたよね。きつくなってきたんで、
ちょっとね、あれちょっとユニット、この編成ちょっと怖いときたまにあります、勇気っていうとき。なんか、うまいことタウンホールの方にユニット行っちゃったときとかドキドキします。これ、なるべくね、ユニットがそれでクイーンの遠距離攻撃とかで落としてくれたらいいなぐらいな、攻めでやってますね。で、最終区画が3時方向は残ってしまうので、ここでフリーズを、ロイちゃんパートに永遠に無限に使ってあげることによって、落としていくっていう。イメージですね。あ、やっぱポイズン効果強いな。ポイズン効果やっぱり強いっすね。でまあクイーンはまだはい、さっきも言ったようにね、クイーンとかの能力を残すようなそんな編成になってるんで、最後まで、残っていって、全開といった感じなのでね、もう自分この編成しかもうできねえや最近。でもまあこの編成も難しい配置ありますけどね、全然なので配置に合わせて攻めれるようになりましょう。はい、ということで今回はですね、もうタウンホール10、11とかの方からね、おすすめの対戦の編成ですね、教えてくださいっていう、リクエストいただきましたんで、まあ、自分がね、よくやってるこの配置が出たらやるね、コウモリ編成と、で、あとはね、ゴレネクロ編成、こちらね、動画でご紹介していきました。まあ、結構ね、動画でもう何回も紹介してるんですけど、やっぱり質問いただきますんでね、定期的に、こういったね、動画出していこうと思います。なので、クラガー実況メインで日本人初のチャンネル登録者10万人目指しておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、この動画ね、面白かったためになったなって思ったらね、グッドボタンやコメント、あとはね、友人やクラメにシェアの方よろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。